ストーンズ、飛べ入りで現実化する念願の海外進出。京本大河、田中樹が語る、ラスベガス公演、松村北斗のアジアツアーの夢も、ジャニーズ事務所の解体を受け、週刊誌などで対処の噂が出ているストーンズの京本大河、28と田中樹、28が海外公演の夢を語っていた。これは、 10月7日放送のラジオ番組ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送でのこと田中がラスベガスに巨大な球体系会場スフィアが誕生したと口火を切ると収容人数が2万人なのにスピーカーが16万個ある高さ約120メートルの内壁が解像度が 16K の LED スクリーンで覆われているなど 設備の凄さを興奮気味に語った。これに京本は、ストーンズはライブを作るとき、自由な空想から演出を発案するが、それを本当に実現してしまっていると応じ、スフィアでのライブの演出も提案。オムライスの卵の中にいるチキンライスの気持ちをやりたいと、独特な発想のアイデアを語ると、田中にスフィア、 の16系映像の無駄遣いだと突っ込まれた。続けて、いつかは、スフィア公演を実現させたいとし、海外公演として視野に入れておきたいところではある、と語った。すると田中が、スフィアの内壁に映し出す、16系映像の素材の作り方がわからないと、現実的な心配をとろ。事前にソニーに行ってもらって、 16 k に対応してもらわないと、と、ストーンズのレコード会社であるソニーミュージックエンタテインメントのスタッフに協力を求めた。冗談まじりではあったが、海外公演の夢について、かなり熱が入ったトークだった。二人だけでなく松村北斗28も自身のブログで、韓国ライブやアジアツアーをやってみたいと、海外への夢を語っていたが、 その時に障害になりそうなのが、現在、所属しているジャニーズ事務所だろう。国際的にも評判は地に落ちているジャニーズですが、新会社を作り、そこがタレントとエージェント契約を結ぶといっても、デメリットは多いですね。サブスク解禁を渋っていることなど、海外に出るときに必須なネット戦略も期待できませんし、もし海外で勝負したいなら、 エージェント契約は結ばず、楽曲配信に積極的な飛べ入りする方が現実的です。芸能ライター。デビューを実現してくれた、元ジャニーズ事務所副社長でエンターテインメント会社、飛べ、代表の